昔からマルバとしてはやっぱりこうそういう相手を見るとか相手を感じるとか、味方がいてスペースがあってゴールがあって、その中でどうやったらゴールに近づけるのかっていうところは、その状況とかそのボールを持っている人、持っていない人、持っている人のレベル、いろんなものによってやっぱりいろいろ変えていかなきゃいけないっていうことがあるから、しかもやっぱりそのサッカーはその選ぶことの連続、何を選ぶ、このパス、このドリブル、このシュート、どれが一番いいのかっていうのは、まあ、その時、まあ、同じ人がやってても、体調の変化だったり、気持ちの変化だったり、暑さだったり寒さだったりいろんなもので違くて、なんかやっぱそういう中でじゃあその辺もひっくるめたところで自分がどれを今どういう風になってて何を選べばいいのかなっていうところの、そこのレベルを上げたり、またはそのもともとその子供がこう持ってる感覚みたいなのがあって、やっぱりその感覚、感性みたいなのをどうレベルを上げるかっていうのがやっぱり一番大切で、それをどう僕らは引き出すのかっていうことが一番大切で、引き出すって言ってもやっぱそういうのをその見抜けるだけのものがないと引き出せないし、でもじゃあ見抜けたから子供に全部ダイレクトにこれが良かったとかああだったとかって伝えるのがいいとはやっぱり思えないので、やっぱりそこの部分ではその時間というか余白をどれだけ空けてあげるか、彼らがこう考えたり成功したり失敗するだけの時間を与えてあげるようなコーチ、大人がやっぱり大切だなっていうふうに思っていて、全ての子供に可能性があって、全ての子供に大きな未来がある、だからこそその可能性を引き出してあげる、見抜いてあげる、それがやっぱりマルバのやりたいことなのかなってやっぱり思います。で、Fリーグに関しては卒業生たちの活躍の場を提供したいっていうのが一つ、そしてマルバは茨城県の水戸からスタートしたスクールで、やっぱりそこにまずなんか返したいなって思う気持ちがあるっていうのがもう一つで、何よりも思うのはマルバのを通してたくさんの人が活躍していて、でもあまりなんかそういうの知らない人たちもいるので、その F リーグになることでもっとより多くの人たちにマルバを知ってもらって、たくさんの交流できる場所、イベントだったりいろんなそういう活動をすることで、たくさんのこう J リーガーや、そうですね、いろんなその人たちが、マルバから出ているので、まあ、その人たちとたくさんの楽しい空間、誰もが楽しく集まれて、いろんな学びがあって成長できる空間、ワクワクできる空間を提供するっていうことを F リーグを通してしたいって思って F リーグに参入して頑張っていこうと思っています。クラウドファンディングで応援してくれる皆様、これからも応援よろしくお願いします。マルバは世界に羽ばたきます。